まずホーム群馬のメンバーです。今日は3バックで予想をしました。ゴールキーパー串引き、ディフェンスラインに城は旗を内田、中盤は風間と岩上がボランチに入って、右に小島、左に山中、前線に加藤、平松、山根と並ぶという予想になっています。続いてアウェー大分のメンバーです。こちらは前節は3バックでしたが4バック予想にしてあります。ゴールキーパーが高木、ディフェンスラインに伊藤、ペレイラ、羽田、三沢、中盤に弓場、井上、松本の3枚、前線に渡辺、サムエル、藤本という布陣です。岩上から逆サイドへ、山中上がってきた、折り返す、ボールが通る、加藤のシュート、もう一度平松、追い越していきます。中を使います。いいとこ見てましたね。が通る内田。山根。山根はシュートか。打ってきました。高いボール中央に来た。こぼれる。井上のシュート。押さえました。その小島を狙ったパスです。通る、蹴り返す、ちょっとバランスを崩したが左足で打ってくる。うまい切り返しからシュートコースも非常に良かったですけどね。高木もいい反応でした、はい、一旦先に弓場、左足で上げてくる、おヘッドー、渡辺先制アウェーの大分。勝利に向けてまずは先手を取りました。なかなか、ね、大分の方は、まあ、本来自分たちがやりたい形っていうのは作れなかったと思うんですけど、はい、まあ、このクロスが群馬の選手に当たって、ちょっと、ね、エアポケットみたいな感じになってしまいましたよね。逆サイド小島が上がってくる、小島折り返す、シュートが来る、ブロック、風間のシュート、いやー、ペレイラいいカバーでしたね、はい、今完璧な群馬の崩しに見えましたけど、2人とも同じ通りに入りましたね、はい、おっとクロスが入る、平松、高木のセーブでした。いやー、決定機でしたね、はい、中澤中央に来た、高木が触る、こぼれている、つなぎ直す、もう一度風間狙ってくる、ボールの枠は捉えていました。もう少し待って伊藤の使っても面白かったですけどね、はい、小屋奪った、エリアの中に入ってくる、右足振ってきた、串引きのセーブ、コーナーキックに変わります。奪いました、間を通した、渡辺シュートが来た、わずかに左、奪った群馬、平松へ逆サイド、浜方が上がってくる、ダンパス、平松、いい展開ですね、左で受けた山根、カットインから右足振ってきた、まあ、前節の、ね、ゴールがあるんでまたかなっていうような、ね、はい、予感がしましたけど、こぼれ球拾ったのは大分、
で大きく蹴り出します。ここで長いホイッスル、試合終了。アウェーの大分逃げ切りました。大分にとってもこれがリーグ戦6試合ぶりの勝利。最後まで攻めの姿勢を貫きましたが、相手ゴールをこじ開けることができませんでした。群馬0対1、アウェーの大分が久々の勝利を飾っています。